アレクサンダルペシッチはセルビアのサッカー選手、セルビア代表、ファティカラ・ギュムリク、SK 所属、ポジションはフォワード。2008年5月24日、当時16歳と3日で FK ラドニチュキニシュのトップチームで初出場。この時の試合は FKSK ゼラレボンホームで迎えた一戦で彼は後半に途中投入されての出場で、試合は スコアレスドローに終わったものの、この出場によって、デアン・ペトコビッチが持っていたクラブ史上最年少、出場記録を更新した。一方でクラブは FK インジアとのプレイオフに負けて、セルビア・プルバリーガからの降格が決定した。2008年7月にギリシャスーパーリーグのアフィー・クレタに3年契約で、加入。しかしまだ16歳の彼は、出場機会が1試合しかなく、 クラブも降格が決定。降格後もクラブに残ったものの出場機会はあまり多くはなかった。2011年初めにモルドバの FC シェリフティラスポリニー席。2011から12、2012から13シーズンのリーグ制覇に貢献し、2013年8月15日に両者合意のもとで契約を解除した。同月30日にセルビアに戻り FK。 ヤゴディナニカニュー。9月14日に行われた FK スパルタク、スボディツサ戦で、セルビアスーペルリーが初出場をするとこの試合で、初得点を決めた。12月4日に行われた、セルビアカップ準決勝、FK ドニスレム戦では、ハットトリックを決めた。2013から14シーズンはリーグで13得点し、クラブ内得点王になったほか、リーグのベストイレブンにも選出された。 2014年6月26日にリーグアンのトゥールーズ FC に5年契約で移籍。2014から15シーズンは6得点を記録したが、2015から16シーズンは2得点に止まり、2016年9月1日にセリエ A、アタランタ BC に1年のレンタル移籍となった。2017年7月4日に3年契約でレッドスターベオグラードに移籍。 リーグ戦35試合で25得点を記録し、2017から18、シーズンのセルビアスーペルリーが得点王に輝いた。2018年7月11日、ルイテハドに移籍した。2019年2月8日、FC ソウルに、レンタル移籍した。U-19 代表として UEFAU-19、欧州選手権2011に参加したが、 準決勝で、チェコ U-19 代表に敗れた。U-21 代表では UEFAU-21 欧州選手権2015に参加したが、グループステージ再開の結果であった。2016年11月15日に行われた、ウクライナ代表との親善試合で、ハーフタイムから出場しセルビア A 代表デビューとなった。ありがとうございます。